門川町は、宮崎県東臼杵郡に属している町。宮崎県の県北地域に区分され、日向灘に面している。延岡市と日向市の間に位置しており、漁師が新産業都市に指定されてからは、ベッドタウンとして発展している。日向灘に面しており、漁業、水産加工業が盛んで釣りのメッカでもある。宮崎県の北部に位置する。 県北部の中心都市である、延岡市に隣接し、延岡市中心部の南約1 5トル県庁所在地の宮崎市の北東約7 0トルの場所にある。町域の東側は、日向灘に面している。東側の海岸は、日報海岸国定公園に指定されている。2005年の都市平均気温は16.7度。 総雨量は 1622mm。地積調査の進捗率は100%。江戸時代は、延岡藩に属していた。廃藩地検後は、延岡県、三密県、宮崎県、鹿児島県と所属県が幾度と変更されたが、1883年5月の宮崎県再設置により、宮崎県所属で落ち着いた。 1884年には、薄木郡が分割され、現在の門川町域は、東薄木郡に属することとなった。2021年4月までの役場庁舎議会定数、14人衆議院小選挙区選挙では、宮崎2区に属する。本町と三里町、諸塚村、椎葉村、で選挙区をなす。定数は1人。近年選出の議員は、以下の通り、 木村市鹿角川中学校角川駅国道10号南北に東九州の大道ミヤクとなる日豊本線国道10号が通り特に国道10号は町内のほぼ全域で4車線道路となっている最寄り空港は宮崎空港高速道路角川 IC は延岡方面で入り口のみのハーフインターチェンジであるまた角川南スマート IC は 日向、宮崎方面の出入り口のみのハーフインターチェンジである。一般国道県道主要地方道庁内には、存在しない、一般県道、松野工業図書館博物館、ホール天然記念物天然記念物、史跡名称天然記念物史跡有形文化財、無形民族文化財。ありがとうございます。